実は文化史っていうのは数史の一部なんですよ。これが転換点となって歴史は変わるみたいな。文化史のね、転換点に注目しながら楽しく勉強しましょう。こんにちは、日本史の田中です。今回は文化史の攻略方法ですね。文化史って夏期講習のイベントとかね、特別視される、そういう分野なんですが、実は文化史っていうのは数史の一部なんですよ。仏像の名前を頑張って覚えるとか、絵画作品を写真資料で確認してみるっていうような作業ではなくって、数史との関係性を考えるっていうことをしないと得点になりにくいっていう分野なんですよね。ここがなかなか受験生に伝わりにくいんですよ。必ず政治史や外交史とのつながりの部分っていうのを考える。でもそんな学校の教科書を見て自分で見つけにくいって思いませんか？ということで全部フリやんすいません、もうフリでした。認めます。政治史や外交史とのつながりを考えようっていうので新作の著書を出しました。パラダイムシフトで抑える日本文化史です。パラダイムシフトってなかなか使わないよね。僕もこれ出す前はこんなことは知らなかったんですよ。これ出すに際して自分の書籍って結構検索するんですよ、 Amazon とかで。パラダイムシフトなんか使うの自分ぐらいやろうと思ってパラダイムシフトポチッと押したらずらーって書籍があって、自分の書籍だいぶスクロールしないと出てこないぐらいパラダイムシフトってみんな結構使ってるんですよね。転換点というような意味合いで私は捉えております。これが転換点となって歴史は変わるみたいな。文化史においても必ず転換点となるような出来事っていうのはあるので、そこと絡めて文化史を勉強しようっていうのでまとめているんですよ。転換点なんですが、なんかまあ一つね、例を挙げるとすると仏教の話なんかどうでしょうかね。奈良時代に聖武天皇っていう天皇がいますよね。聖武天皇は鎮護国家思想っていうものを広めていく、仏教の力で国を守ろうなんてするんですよね。なんでいきなり仏教に力を入れ出すのか、やっぱりこういうところに理由をつけたいわけなんですよね。この国家政策っていうものを大きく転換させることになったのは疫病なんですよね。737年頃にピークを迎える天然痘っていう疫病があります。大陸の唐とか新羅と行き来している商人たちがもたらしたものではないかと言われるんですが、当時はこういった疫病っていうのを仏教の力で祈りを捧げることによって、お経の経典とか読んだりすることによって、そういう疫病っていうのを鎮めようっていうような神秘的な考え方をしていたんですよね。だからこうした疫病が大きな転換点となって、律令国家聖武天皇は本格的な仏教政策を行っていくんだというような考え方をたくさん入れております。基本的にはまずね、テーマごとに宗教史、美術史、学問思想教育史、文芸ジャーナリズム史と4つに区切ってですね、受験に即して博報文化、天平文化とかこういう形でつないでおります。講義形式になっているんで、読めば初学者でもいけるかなって思います。僕って硬い文章を書くのが得意なんですが、これはもう頑張って柔らかい文章の仕立てになっておりますんで、これやと思ったわね。明治期のナショナリズムのところ、明治時代入ったら最初さ、日本人って西洋に憧れるじゃないですか。なんや言うたらヨーロッパ言うて、ヨーロッパとかアメリカのもんがかっこいいって大体明治初期ってそうだったんですよ。でも明治時代中頃になってくると、何がヨーロッパや、やっぱ日本でしょみたいなナショナリズムに変わっていくわけよ。ここのところでね、ピンときたんですよ。大谷翔平だって。大谷翔平の名言って分かりますよね。あれよあれ、憧れるのをやめましょう。いや、みんなあんたに憧れとんねんってやつあるじゃないですか。これ使いたいなと思って、でこのナショナリズムのところのタイトル、憧れるのをやめましょう、これ採用しました。見つけてください中に入ってるんでというような感じで、なぜか中山きんに君も登場します。ここで使うねんと思うんやけれども、言い回しとか入れてみたりとか、そういうちょっと遊びの要素満載になっておりますので、最後にファイナルチェックリストといって、直前期に総まとめできるようなコテコテの部分も入れておりますので、初学者もいける、で最後の最終チェックにもいけるというような形でこの書籍を出しました。文化史のね、転換点に注目しながら楽しく勉強しましょう。ほとんど宣伝に終始しました。文化史の攻略法はここまでです。最近ね、よく思うのが、数学、物理、
科学、こういう理系科目をもっと勉強したかったなって思います。大人になってからはなかなか勉強できません。今しかないと思って残りの受験生活頑張ってください。